12月14日、足長おじさんへ。昨日、すっごく変な夢を見ました。本屋に入ったら、店員が新刊書を持ってきて、その本のタイトルが、ジュディ・アボットの生涯と書簡集だったのです。はっきり見ました。赤い布製の装丁で、表紙にはジョン・グリア孤児院の写真がついていて、口絵は私の顔写真で、その下に、ケーグ、ジュディ・アボットと書いてあるのです。ところが、最後のページをめくって、自分の母姫を読もうとしたところで、目が覚めたのでした。これは、ものすごくイライラします。あと少しで、自分が誰と結婚して、いつ死ぬのか、分かったのに。自分の生涯が書かれた本、すべてを知り尽くした著者によって、完璧に、真実通り書かれた本を読めたら、面白いと思いませんか？ただし、条件付きで。すなわち、読んだ内容は、絶対忘れることができない。自分の行為が、どのような結果に終わって、何日の何時に死ぬかまで、前もって、正確に分かっていながら、そのまま、その一生を生きなければならない、という条件付きです。そうだとしたら、そんな本を読んでみようという勇気のある人は、どのくらいいると思いますか？あるいは逆に、希望も意外性もない人生を、生きなければならないという代償を払ってでも、自分の一生が書かれた本を読んでみたいという好奇心を抑えられる人は、どのくらいいると思いますか？人生なんて、せいぜい良くても、退屈なものだと思います。食べるときには食べて、寝るときには寝るしかないのですから。でも、食事と食事の間に、予期しなかった出来事が、一つも起こらないとしたら、そんな人生って、どれほど絶望的に退屈なことでしょう。あら大変。インクのシミができてしまいました。でも、もう3ページ目なので、新しい紙に書き直すのは無理です。今年も生物学を取ることにしました。とても面白い学問です。今は消化器系の勉強をしています。猫の十二指腸の断面を顕微鏡で覗いてみるといいですよ。すごく綺麗です。あと、哲学の講義も始まりました。面白いけど、つかみどころがありません。私は議論の内容を黒板に掲示して見せることのできる生物学の方が好きです。あ、またシミが。あ、また。今日はペンが随分と泣きべそです。シミだらけでごめんなさい。おじさまは自由意志を信じますか？私は信じます。無条件で。人間のあらゆる行為は、縁因の集合から生起した、絶対的に不可避、かつ、自動的な帰結である、なんて考える哲学者には、断じて同意できません。そんな説は、最低です。それじゃあ、誰も何の責任も問われなくなるじゃありませんか。運命論を信じるような人間は何もせずにじっと座ったまま
神の御心を行わしめたまえ、と念じ続けて死ぬだけです。私は絶対に自分の自由意志を信じます。自分には何かをやり遂げる力があると信じます。それこそが山をも動かす信仰です。見ていてください、おじさま。私、大作家になりますから。今、第四章まで書き上がっていて、その後、五章分の下書きができたところです。この手紙、ずいぶん難解ですね。おじさま、頭が痛くなりませんか？この辺でおしまいにして、ファッジを作りに行くことにします。おじさまにファッジを送ってあげられないのが残念です。ものすごく美味しくできると思うので。だって、本物のクリームとバターの塊を3個も使って作るんですから。愛情を込めて、ジュディより。追伸。今、体育の授業で創作ダンスをやっています。この絵をご覧になれば、私たちが本物のバレリーナそっくりなのがお分かりいただけると思います。一番左端で優美なピルエットを披露しているのが私です。12月26日、大好きな大好きなおじさまへ。おじさまってどこまで無分別なのでしょう。一人の女の子に17ものクリスマスプレゼントを与えてはダメですよ。私は社会主義者なんですよ。おじさまは私を金権主義者に変えるおつもりですか？おじさまと私が仲違いをしたらどんなことになるか考えるだに恐ろしいです。おじさまからいただいたものをお返しするのに引っ越し屋を雇わなくてはなりません。私が送ったマフラー、網目が不揃いでごめんなさい。私の手編みなんです。見ればわかりますよね。寒い日にコートのボタンをしっかり留めた中にご着用くださいませ。おじさま、本当に、本当にありがとうございました。おじさまは世界一甘くて、世界一おバカさんだと思います。ジュディより。マクブライド家の別荘で見つけた四つ葉のクローバーを同封します。新年にいいことがありますように。1月9日。おじさま、魂が永遠に救われる善行をしたいと思いませんか？ひどく困窮している一家があるんです。母親と父親と4人の子供がいて、その上にも男の子が2人いるのですが、2人とも一旗あげることを夢見て、家を出て以降、音沙汰なしです。父親はガラス工場で働いていたのですが、結核で倒れて、工場はすごく健康に悪い環境なのです。今は
病院に入院しています。一家は父親の病気で貯金を使い果たしてしまい、今、毎日の暮らしは24歳になる一番上の娘の肩にかかっています。この娘は仕事の注文があるときは、日当1ドル50セントで服の仕立てをして、夜はテーブルセンターの刺繍をして稼いでいます。母親はあまり丈夫でなく、救いがたい無能で、神頼みばかりしています。娘が過労と責任感と不安に押しつぶされそうになっている傍らで、ただ手を組んで座っているだけ。まるっきり諦めの姿勢です。娘はこの冬をとても乗り切れそうにないと悲観しています。私も同感です。100ドルあれば、いくらか石炭が買えて、3人の子に靴も買ってやれるから、学校に通わせてやれるし、少しは余裕もできるから、何日かお張り子の仕事が来なくても、この娘がひどく心配しなくて済むのです。おじさまは、私が知っている一番お金持ちの人です。100ドルを出していただくのは無理ですか？あの娘はかつての私などよりはるかに助けを必要としています。あの娘のためにお願いします。母親なんかどうなったっていいんです。あんな母親は、ただの役立たずです。人が、天を見上げて、これは、すべて神のおぼし召しなのだ、というのを見ると、そんなこと言ってる場合じゃないのに、ムカムカと腹が立ちます。謙遜と呼ぼうが、諦めと呼ぼうが、そんなものは無力無能以外の何者でもありません。私はもっと戦う宗教を選びます。哲学の授業は最悪です。明日までにショーペンハウエルを全部読んでこいという宿題。哲学の教授は他の教科もあるんだってことを全然わかっていないみたい。この教授は変わり者の年寄りで、いつも無双にふけっていて、たまにこの世の現実にぶち当たると、当惑したように目をパチクリするのです。時々シャレを言って生徒を笑わせようとするので、私たちも何とか微笑ぐらいしようと頑張るのですが、老先生のジョークと来たら、到底笑えるような代物ではなくて、この先生は講義以外の時間はいつも、物質とは真に存在するものなのか、はたまた存在すると己が考えているに過ぎないのか、という問題を考え続けています。例のお張り子の女の子だったら、躊躇なく存在すると答えると思いますけど、先日の小説、どうなったと思いますか？ゴミ箱行きです。自分でもこんな作品は全然ダメだと、見切りがついたので、愛情あふれる原作者が見放すようでは、批判的な一般読者の票に
絶えないこと、火を見るより明らかです。広告。おじさま、今、ベッドで、痛みに耐えながら、この手紙を書いています。ここ二日間、扁桃腺を腫らして、寝込んでいます。ホットミルク以外は、何も喉を通りません。赤ん坊の時に、扁桃腺を切除しておかなかったなんて、あなたのご両親は一体何を考えていらしたのでしょうね、とお医者様は言います。さあ、私には見当もつきませんが、大して何も考えてくれていなかったんだろうと思います。ではまた。J.A.翌朝、封をする前に読み直してみました。私ったらどうしちゃったんでしょうね。人生に対してこんな締めっぽいことを書くなんて。取り急ぎ訂正いたします。私は若くて幸せで元気いっぱいです。そしておじさまもきっと同じだろうと思っています。若さは年齢とは関係ありません。問題は精神がどれだけはつらつとしているかです。だからおじさまの頭が白髪でも少年でいることはできるのです。愛情を込めて、ジュディより。1月12日、親愛なる慈善家様、例の一家のためにお願いした小切手が、昨日届きました。本当にありがとうございます。お昼が済んだ後、すぐに体育の授業をサボって届けに行きました。その時の娘さんの顔、お見せしたかったです。驚きと喜びと安堵とで若返って見えたくらいです。若返ると言ったって、まだたったの24歳なのに、かわいそうですよね。とにかく、今、彼女は、いいことが束になってやってきたような気分でいます。この先、2ヶ月分の仕事が入ったと言っていました。結婚の決まったお客さんがいて、嫁入り衣装や、道具を、一式頼まれたんだそうです。母親の方は小さな紙切れが100ドルだということを理解した途端、神様ありがとうございますと叫びました。神様なんかじゃありませんよって私言ってやりました。足長おじさんがくださったんですよって。おじさまのことはスミス様と言っておきましたが、でもその人にそういう考えを起こさせたのは神様でしょ?と母親は言いました。とんでもない、この私がお願いしたからですよ。って私言ってやりました。とにかくおじさま、おじさまには神様がご褒美をくださるに違いないと思います。煉獄を10,000年免じてもらえると思います。心からの感謝を込めて、
ジュディ・アボット。2月15日、恐れながら一筆立て祭り候。根長は七面鳥の冷製パイおよびガチョウ肉にて朝食をしたため、その後茶、中国の飲料なるものを所望せり、茶は初めて口にせしものなり。心配しないでください、おじさま。頭がおかしくなったわけではありません。これはサミュエル・ピープスの日記からの引用です。英国史の授業で原資料としてピープスの日記を読んでいるんです。サリーとジュリアと私は、このところ、1660年の言葉で会話しています。日記には、こんなことが書いてあります。チャリングクロスへ来て、ハリスン少佐が首られ、腹綿を抜かれ、八つ咲きにサルルを見物す。かような境遇に置かれたるにしては、少佐は誠に、明朗なる風情にて候。あるいは、こんな記述もあります。家内の生産会に同席す。家内は昨日、発信地府すにて、逝去したる兄君の忌中にて、見目麗しき、喪服姿なり。生産会はまだちょっと早すぎるんじゃないかと思いますけどね。ピープスの友人と来たら関係を巡らして貧乏人に古くて腐った食料を売ったお金で国王が借金を返せるように図ったんです。社会改革家としてこれをどう思われますか？こういうのを見ると、現代の私たちは、新聞が書き立てるほど悪辣でもないんじゃないかと思えてしまいます。サミュール・ピープスは、女性顔向けの機動楽でした。奥さんの5倍も衣装代に使っていたようです。低種族の黄金時代だったんですね。いじらしい日記の一節をご紹介します。ピープスってとっても正直な人だったみたい。本日、金ボタン付きの上等なるキャムレット寺のマント届く。高額なる買い物ゆえ、滞りなく支払えるよう、神に祈るばかりなり。ピープスのことばかりでごめんなさい。今、ピープスについてレポートを書いているところなのです。もう一つ面白い話があります。学生自治会が十字消灯の規則を撤廃しました。これからは一晩中明かりをつけていても構わないのです。唯一の規則は他人に迷惑をかけないこと、夜中に大宴会はダメということです。その結果、人間の本性が如実になりました。好きなだけ夜更かししていいとなったら、誰も夜更かししなくなったのです。9時になると頭がこっくりこっくりし始め、9時半には力を失った手からペンが落ち、今9時半です。おやすみなさい。
日曜日。今、教会から帰ってきたところです。今日の説教師は、ジョージア州から来た人でした。女性は、知性を向上させようとするあまり、情緒的特性を犠牲にすることのないよう、留意すべきである、というお話でした。しかしながら、我が耳には、節烈にして、無味なる説教と聞こえたり、再び、ピープスです。アメリカから来たにせよ、カナダから来たにせよ、はたまた、どの宗派の牧師であれ、みんな、ハンデをしたように、同じことを言います。だったら、どうして、男子の大学へ行って、そこの学生たちに、勉強に頭を酷使するあまり、男らしさを阻害してしまわぬように、というお説教をしないのでしょうかね。今日は、素晴らしく美しい日です。凍てつくような寒さで、空はきりりと晴れ渡っています。昼ご飯が終わり次第、サリーとジュリアと、マーティー・キーンと、エリナー・プラット。私の友達ですが、おじさまはご存じない子たちです。と、私の五人は、短いスカートに履き替えて、田舎道を歩いて、クリスタルスプリング農場まで遠征する計画です。農場でフライドチキンとワッフルの夕食をいただいて、その後、クリスタルスプリングのご主人に馬車で大学まで送ってもらうのです。キャンパスの門限は7時ですが、今日は特別に8時まで延長してもらうことになっています。されば、これにて、失礼つかまつりまする。忠実かつ、禁直無比にして、従順たる下僕、J. アボット。3月5日、拝啓、評議員様。明日は月始めの水曜日、ジョングリア孤児院の子供たちにとって憂鬱な一日です。5時になって、評議員さんたちが孤児の頭をポンポン叩いて帰っていった後、みんな、どんなにほっとすることでしょう。おじさまは個人的に私の頭をポンポンしてくれたことがありましたか？私の記憶では一度もなかったと思います。だって私が覚えているのは太っちょの評議員さんの姿ばかりだもの。ジョングリア孤児院に私からの愛をお伝えください。私の心からの気持ちです。4年経って記憶が時の彼方へ霞みつつある現在では、かなり優しい気持ちで振り返ることができるようになりました。大学へ来たばかりの頃は、恨みがましい気持ちでいっぱいでしたけど、他の子たちのような当たり前の子供時代を与えられなかったことに対して、でも今ではちっともそんな風には思いません。
普通ではありえない経験をしたと思っています。一歩引いたところから人生を眺めることのできる有利な視点を与えていただいたと。一人前に成長した現在では、物質的に恵まれて育った人たちには、思いもよらない視点から世の中を見られることをありがたく思っています。私の周囲には自分が幸せだということを全然わかっていない子がいます。例えば、ジュリア。幸せになれすぎて感覚が麻痺してしまっているのです。でも、私は違います。一瞬一瞬、自分が幸せであることをはっきり自覚して生きています。この先、どんなに嫌なことが起こっても、自分が幸せであることを忘れずにいようと思います。嫌なことを、排他でさえも、面白い経験と考えて、その時その時を楽しもうと思います。見上げた先に、いかなる空があろうと、私には運命に立ち向かう勇気がある。ですよね。とは言っても、おじさま、ジョングリア孤児院に対するこの新たなる愛情をあまり文字通りには受け取らないでください。たとえルソーみたいに五人の子持ちになったとしても、私はその子たちを質素に育てたいという理由で、孤児院の玄関に置き去りにしたりするつもりは毛頭ありません。リペット院長によろしくお伝えください。これは正直な気持ちです。愛をお伝えください。とまで言う気にはなれません。そして、私がどんなに性格の良い人間に育ったかを忘れずにお伝えくださいね。愛情を込めて、ジュディより。